さとしさんもここでよくお買い物は？はい、残念なことに入らないんですあのずっと炊き出しをされててですね、夜、2週間ぐらいずっと無料で炊き出しをされながら営業されてたんですけど、まあ、あの今ではですね、夜は意外と建設関係の方が泊まりがけでやられてますんで、今逆に毎日たくさんのお客さんが来られてます。夜は夜で、はいはい、あのにぎわってるってことですね。そうですね。そしてそれがまた口コミで広まって、どん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 夜の方はにぎわっております。はい、では続きましてはみゆきさん。みゆきです。何をさておき、みゆきでございます。うちの牧野、すいません突然、はい、お邪魔します。うちの牧野ナポリ野郎でございますここはもともとたこ焼きが評判の福福さんですね、たこ焼き。今あのラーメンも営業しております。はい、やっておりますですね。大人気でございました。そうですよね。あの私も一度いただいたことがあるんですが、こんにちは。はい、じゃあ、はい、地震発生後はお店とかは被害はどんな様子だったですか？丼とかもほとんど割れてしまって、はい、で特にあの麺屋さんが益城で被災されたもんだから手に入らなくて、それが一番大変だったですね。だけどそれまでは定食やってました。500円、はい、500円、500円で定食。それで、麺屋さんが OK になってラーメン屋さんもオープンしたというところですかね。はい、あの再開された時はやっぱ地元の方、うん、常連さんとか多かったんでしょう？あ、そうですね、よく来ていただきました。はい、ありがたかったです。はい、逆にあの観光客の方とかどんな声が？観光客の方の声はまだ聞いてないですね、あんまり、はい、ただ本当にこう大変な時に来られて、今時来られたんですかって聞くと、お金使いに来ましたって言ってくださる方とかもいらっしゃったんで、嬉しかったですね、そういうのはね。はい、じゃあお店の PR お願いします。ラーメン屋さんやってます豚骨と馬の肉を使ったスープでやってますんで、とてもあっさりして美味しいコクがあるスープです。ぜひいらしてください。ありがとうございます。こちらがですね、はい、うちの牧で新しい名所になっておりますあの一番ちっちゃい温泉でございます、地震後ですね、はい、塞いでいたあの枯れ井戸の方からですね、はい、どん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 湧いて温泉が湧いておりまして、わ、もう今もう流し状態ですね。そうですね。ちょっと触ってみてもいいですか？はい、あ、こんにちは。はい、こちらはですね、はい、アート地って言って、もともと商店街 あの複合スペースだったんですけど、うん、今は支援物資とか置いて、はい、おったんですけども、うん、最近はですね、あの支援物資がもう減って、うん、今はあのボランティアさんたちの、ボランティアセンターみたいな形になっております。ユナイテッドアースさんという方、はい、団体さんがお見えになってて、うん、ボランティアの受付もしてますし、はい、ボランティアの何ていうんですか、養成の方の受付もやっておりますんで。皆さん地震後いつからこちらには来られてるんですか？そうですね、あの僕は地震起こって2日後にとりあえず益城の方に、あの入ってたんですけど、こちら阿蘇に来たのはちょうど4日前ぐらいからですね。大体そうですね、瓦礫撤去、家屋清掃と、あと農園の方のボランティア、田んぼのボランティアと、あと避難所のボランティア、大体、まあ、くくりとして4つぐらいに分かれてます。やはりね、農家さんが多い地域なので。そうですね、やっぱりニーズはまだまだありますか？そうですね、もうニーズも結構僕らのところには来てくださってて、まあ、本当にすぐに対応しますって言いたいんですけど、やっぱりこう、ね、そうですね、足りなかったりだとかするので、少しでも早く対応していきたいなと思ってるんですけど。ちなみに皆さんの情報はこのホームページから？はい、そうですね、はい、あのユナイテッドアースで検索していただけるとすぐに出ますので。はい、すみません突然ありがとうございました。失礼いたします。